田津良馬二郎は、群馬県山田郡大浜町出身の元プロ野球選手、宇藤右ミギ1999年に、地元の少年野球チームである、大浜東勝リトルジャイアンツで野球を始める。この時のコーチは、伝弁が小学校6年生の時、練習試合なども含め年間トータルで、約500打席に立ったが、全打席のうち三振は4しかなかったという。 また、当時はその打力を買われ、中軸を打っていたという。この頃から、即球派のたずら馬ま郎君と東京新聞に書かれるなどしており、即球派として知られた。高校は、桐流私立小校に進学する。主力投手として活躍し、2008年の3年時の夏は、群馬県予選ベスト4まで進出する。甲子園出場経験はなし。高校卒業後は、 社会人野球の日産自動車に入団するも1年目で、休部が決まり、翌2010年から JFE 東日本に移籍する。社会人4年目の2012年に、第83回都市対抗野球大会に出場し、3試合に登板し、チームのベスト4進出に貢献した。2012年10月25日、プロ野球ドラフト会議で阪神タイガースから3位指名を受け、 12月3日に正式に入団が決定した。入団時には、球団からは減量を減命され、それを受けて 3kg の減量を約束している。2013年には、春季キャンプ期間中に一時1軍へ合流したものの、レギュラーシーズンでは1軍昇格の機会がなかった。2軍では、5月7日の育成試合で、実戦デビューを果たしたが、以降の13試合で、 四死球20個と請球面での課題を露呈。6月中頃から8月中頃までは実戦から離れて調整に専念していた。実戦復帰後には非公式戦を含めた8試合の当番で1失点にとどめるなど投球内容が安定。ウエスタンリーグ公式戦では通算8試合の当番で1勝0敗、防御率2.79という成績を残した。 2014年にはウエスタンリーグ公式戦6試合に登板、0勝0敗、防御率8.44という成績にとどまった。入団以来2年連続で1軍公式戦上の登板機会がなかったことから、シーズンの終了後には支配下選手契約から育成選手契約へ移行した。2015年には阪神球団が、 BC リーグの福井ミラクルエレファンツと業務提携を結んだことを背景に同リーグの前期限定で福井に派遣。福井でリーグ戦19試合に登板した後に同じ育成選手のサムラ、トラビス、ミキヒサと入れ替わる格好で7月1日から阪神に復帰した。復帰後はウエスタンリーグ公式戦9試合に登板。0勝0敗。 防御率4.50という成績を残した。なお、シーズン終了後の11月13日には、育成選手としての再契約で球団と合意している。2016年には、公式戦開幕直後の4月15日に、支配下登録選手へ復帰。背番号も97に変更した。5月19日の対中日ドラゴンズ戦8回表に、 自身と同じ経緯で先に支配下登録選手へ復帰した原口文人とのバッテリーで一軍デビュー。阪神で育成契約を経験した投手と保守がバッテリーを組んで一軍公式戦に出場した事例は球団史上初めてであった。2017年のシーズンは一軍昇格なし。二軍のウエスタンリーグでは19試合登板し一勝0敗防御率4.96であった。 10月31日に、球団から戦力外通告を受けた。2018年に測量会社トラバースに入社。同社の軟式やキューブに入部している。最速時速151キロメートルのストレートとスライダー、フォークを武器とする。このような急速から、入団当初は即戦力として期待されていた。また、藤川球児を彷彿とさせることから、球児2世の呼び声も高い。 その一方で、請求に難があり、JFE 東日本監督の青野達也も、校長と不調の波はあるものの、伸びしろは十分と評している。ありがとうございます。